もう平投手といえば球界ナンバーワン、そんなセットアッパーでございますが、甘い、危ね。最近ゲームズをねスタートさせたみたいなんで使っていってみようかなと思います。 OK、 さすが富崎さん。 OK で、これよく耳にしている方も多いと思うんですけれども、平投手なんか先発がやりたいらしいんですよね。ということなんで私が叶えてあげます。うら、あー、これはねちょっとね内部ミスだね、これ、ちょっとミスった。ちょっと久々にやってるんでね、多少のプレイングはお許しください。でね、最近ですね、私の動画ありがたいことで何千回も再生されてまして、わーい、来た来た。いや本当に見てくださっている皆様本当にありがとうございます。 OK、 できればね今年中に登録者100人行きたいので、登録の方ぜひぜひご検討ください、岸田総理みたいに。 OK、 そんなこんなで小じきをしていたらもうツーアウトです。いや強い、本当にね強いです、これ。OK、 いやでも非常に使いやすい、テンポもいいね、今のところスタミナも持ってる。 OK、 これ相手嫌がってるね絶対。さあ早くも3回です、スタミナまだありますね、どんどん行きましょう。オッケー、相手ね、どんどん振ってきてくれる。オッケー。さあ、非常に投げ心地がいいです。おい。あー、いい気持ちいい。ナイピがめっちゃ出るようになったね。あーとか言ってたら、あー、危ない危ない。オッケー。平投手といえば、YouTube チャンネル最近、頻繁にやってるじゃないですか。で、あれ確か9月ぐらいから始めたんですよね。なんで、シーズン中だったんで、オッケー、あれ。ちょ、次の回、説明します。はい、オッケー。で、何の話なんだっけ、忘れちゃった。やばい。あ、そうだ。そう、平さん始めたじゃないですか。ゲームチャンネル。OK。で、その日、登板して、もしも平投手が打たれてしまった時、どんなことコメントで書かれるんだろうなって思って、ちょっとね、あー、おあースティックスタミナ切れちゃいましたね、これ。こっからです、勝負。うらあ、早っ。ね、もし点取られたらコメント欄荒れるじゃないですか。それがね、怖かったんで応援しましたね。OK。いいね、やっぱね、ストレートですよ。オッケー。さあ、やっぱね、いくら平投手も家で、スタミナ切れてると、ちょっと厳しい感はあるかな。外崎シュート、うますぎるちゃちゃっと最終回でございます。これ、ほんと、楽勝だね、今回。オッケー、もうめっちゃいける。強い。オッケー。もう、ぜひぜひね、もうちょっと面白いと思ったらね、チャンネル登録の方お願いします。マジで100人狙ってるんです、今年中に。オッケー、オッケー、オッケー。取れるよ。オッケー。投げやすい。ほい。オッケー、ナイススライダー。これね、マジでいける。オッケー、あれ？淡々と終わってしまいました。せっかくですし、打撃をご覧いただきましょう。こう、惜しくない。落ちてほしい。いやー、でも、ワンチャン。ちょっと集中。わー、飛んでくれ。よし。ロベルトースだからヒット打った。やった。さあ、ここ、おかわり組んでいきます。決めます。来たでしょ、これは。よし。平投手、勝利。やった。ということで、ね、よかったらね、もう、どしどし登録の方お願いします。もう、100人行きたいんです、今年中に。お願いします。非常に楽しかったです。ということで、皆さんぜひ試してみてください。ありがとうございました。